ゲービン・ハミルトンは、スコットランドの画家、考古学者、美術品収集家、美術賞である。新古典主義の先駆けの画家の一人で、美術収集家として18世紀を代表する人物でもあった。ギャビン・ハミルトンと音訳されることもある。ハミルトンがビィラ・アドリアーナで発掘した、彫刻スコットランド、ミッドランドバレーのランナークシェアで生まれた。ハミルトンの名家の出身で、 グラスゴー大学でギリシャ語を学んだ。1748年にローマに移り、歴史画家のガエターのマズッチニエを学んだ。1752年から1754年までイギリスに一旦帰国したが、再びローマでイギリス人のための美術学校、アカデミー・オブ・イングリッシュ・プロフェッサーズ・オブ・ザ・リベラル・アーツでも学んだ。1761年にトーマス・ジェンキンスと共に、 ローマのアカデミアディサン、ルカの特別会員になった。古典主義のスタイルで歴史画を描き、ローマを訪れるイギリスの貴族たちの肖像画を描き、ビラ・モンドラ・ゴーネの壁画も描いた。1764年からスコットランドの画家デビッド・アランを弟子にした。同時期にローマに滞在していたアントン・ラファエル・メングスやヨハン・ヨアヒム・ビンケルマンといった。 新古典主義の推進者や若い女性画家、アンゲリカカウフマンと交流した。1769年に2世紀のローマ皇帝、ハドリアノスの別荘、ビラ・アドリアーナの考古学的発掘に参加し、オステア・アンティ解析のアッピア街道の発掘にも参加し、18世紀後半で最も成功した考古学的発掘者であると考えられている。美術収集家、 美術賞としても18世紀の代表する人物となり、レオナルド・ダ・ヴィンチの作品、岩屈の聖母や、ドメニコ・ティントレットの作品、羊飼いの礼拝、サルバトル・ローザのピタゴラスなどの絵画が、ハミルトンが購入することによって、後にイギリスの美術館が保有することになった。ありがとうございます。